カナダに有名なアイスホッケーの選手で、もう伝説的な選手がいるんですが、もう引退してますが、ウェイン・グレツキーという、アイスホッケーの選手がいるんですが、得点をのみならず、非常にチームに貢献したわけですね。で、いろんな言葉を残してますけども、2つ大変私は印象に残っている言葉がありまして、1つは「どうしてそんなに得点できるんですか?」という質問に対して、「いや、シュートするからだよ」と。彼が言った言葉は「打たないシュートは絶対入らない」という言葉を残してます。これが一番大好きな言葉ですね。議論するばかりで、意思決定もしないで何もしないと、それでは何も新しいこと何も始まらないということが一つですね。それからウェイン・グレツキー、もう一つ質問されていることが、気が付くといつもボールを持ってる、ボールって今アイスホッケーではパックと言いますが、気が付くとウェインさんいつもパック持ってるんだけど、どうしてですか?と言ったら、簡単さ、みんなはすぐパックの後を追いかけていくけど、私はこれからパックが来るところに行って待ち受けてるからだよというふうに言ったんですね。未来を作るということが私のライフワークというふうに考えているので、未来を作るために必要なこと、これをこうエッセンスを考えると、このウェイン・グレツキーっていうのは非常に意味があることだと思いますね。インキュベーターというのはもともと知られている言葉ではあるんですが、ちょっと意味が違います。もともとインキュベーターというのはこのビジネスの世界ではこう建物を作りまして、借りるか、とにかく用意しまして、建物を用意しまして、そこにこう部屋を作って、でこれから事業を起こそうという人に非常に安い家賃、あるいはほとんど家賃なしで、貸すことによって新しい事業を立ち上げやすくしようというのが、インキュベーターの役割なんですが、私どもがやってるのは一緒に事業を作りましょうというのがインキュベーションです。資金も出しますが、いろんなノウハウも提供しますし、一緒になって事業を作ろうと。でその時にいろんなこうテーマに、を議論してですね、お互いにいろんなことをやることによって、人間的にもお互い知った上で、この人だったら一緒に事業を立ち上げたいなとお互いに思ったところで、我々が資金も提供し、いろんな人材もネットワークも提供するということで、こう手作りで事業を立ち上げるということなんで、必ずしもオフィスを貸すことがメインではないというのが我々の仕事ですね。で先ほどライフワークと申し上げましたけど、その未来を作る一つのやり方というふうに考えています。アントレプルナーというのは日本語では起業家ですけども、新しいものを作る仕事なんですね。で作ったものが今日この時点で本当にそれが正しいものかどうかわからないものがベンチャー企業ですよね。新しいものを作るわけですから、今日分かっているものを作るのは、大企業から受けた注文を作れば、それは今日世の中が必要としているものですから、それはいいんですけども、じゃあ5年後3年後にどんなものが使われるようになるんだろう、これは予測できないんですね。それはそれぞれの人がやっぱりこうだと思い込むしかない、あえて言えばですね。ということで、有名なあるベンチャー起業家、あるいはビジョナリーの言葉で有名なものがありますけど、未来を予想しようとするなと、未来を発明しろと、作ってしまえという言い方があるんですけども、起業家ってのは未来を作る仕事なんですね。起業家に必要な能力っていうのはプロデューサーみたいなイメージなんですね。プロデューサーってのは自分は俳優だったりじゃないわけですね。メガホン持ってディレクターがいて、それを全体をまとめて、こういう映画にしたらこれ売れるはずだと考えるのがプロデューサーですね。でそれと同じようにシリコンバレーにもプロデューサーのような人がいっぱいいるんですね。技術は詳しいですよ。この技術を使ったらこうなる、例えばこの俳優を使ったらこの映画は絶対ヒットする、でもそれにはこういうストーリーが合うよっていうのがプロデューサーの仕事ですね。同じようにこの技術をこういうユーザーニーズと合わせて、こういうところで立ち上げたら絶対事業うまくいくよと考えるのがプロデューサーなんですね。でその人たちは技術もよく理解してるけども、マーケットもよく理解してるっていう、その水と油を両方理解してる、そのつないでる役割、それを全部考えながらこうしようって言って全体をまとめるんですね。で残念ながら日本で一番薄いのはそのプロデューサーのところです。技術はたくさんあります。それから市場にこうマーケットに出てお客さんに対応してる人はいっぱいいます。もうサービスは日本は素晴らしいですよね。
だから、マーケットのことをよく知ってる人もたくさんいる、でも技術を知ってる人もいる、その間をつないで、じゃあ次は組み合わせたらこうなるよって考える人が非常に少ないというのが非常に残念なところです。やはりですね、新しい、ブドウ酒には新しい皮袋が必要だという言葉があります。日本には新しいブドウ酒が必要なんですね。もうだん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 すごく素晴らしくおいしいブドウ酒を作るようになりました。ワインを作るようになりました。しかし努力してワイナリーを続けていかない限り、どん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 古くなっていっておいしくなくなるんですね。おいしいワインも放っておくと、酸っぱくなってくるんですね。ですから新しいワインが必要です。で、新しいワインを作るには新しい皮袋が必要、新しいワイナリーが必要、新しい苗木が必要ということで、非常に新しいものが必要です。ところが日本というのは、基本的には古いものをきちんと守って、みんなが仲良く暮らすという価値観のもとに今まで成長してきたので、なかなか自分から変わるということはできないということで、外からの力が必要なんですね。外から変わって帰ってくる、よく言われるのは黒船が必要だということですね。で、その黒船を作る仕組みがインキュベーションなんですね。ですからインキュベーションすることによって、ちっちゃい黒船をいっぱい作る、あるいは私はトロイの木馬っていう言葉も使ってるんですが、一つ一つの技術や一つ一つの、人間が、例えば大きな組織の大企業、あるいは政府でもいいです、大きな組織に入って変えよう変えようと言っても一人の力は非常に弱いですよね。そうではなくて、で、そのトロイの城壁の中にですね、それをこう叫んでも、不穏な反体制分子だということで捕らえられてしまうかもしれないわけですね。ところが城壁の外で、見えないところで、森の中で一生懸命作ってですね、大きな木馬を作ったと。で、これは一つのベンチャー企業ですね、作ったと。非常に力のあるベンチャー企業を作った。そうすると、おお、こんな事業ができたのかと、世の中こうなるかもしれないなと思い始めるわけですね。そうすると、完全に閉じていた扉がギーッと開いて、こんな面白い事業だったらちょっとやってみようかということで、トロイの木馬が入ってくると。で、トロイの木馬の中に入っていた兵士がこう出てくるわけですけども、兵士というのは起業家ですよね。起業家とそのベンチャーキャップビジネスに加わった人たちが、そこで経験したものがいっぱいあるわけです。新しい世界の事業のカルチャーなりやり方っていうのをもういっぱい頭に詰め込んだ人たちが詰まってるんですね。城壁に入った空いたその人たちが出て行って、その会社の中でその新しいものを作る、その中心となって各方面に散らばる、これが私のモデルなんですね。で、それはどこから始めるかっていったら、やっぱり外側で、一見大企業には関係ないんだけども、新しい皮袋、それはシリコンバレーというところで皮袋を作って、そこに新しいワインを作って、それをトロイの木馬ぐらい大きな木馬にして、それを日本に持っていくということを私はやっているので、インキュベーションというのは、その会社自身がもちろん成功してほしいですが、究極的にはそのインキュベーションした事業、立ち上がった事業が、大企業が気がつくことによって大企業自身が変わっていく、これが究極的な目的です。で、それによって日本も、私の力はこれぐらいのものですけども、日本が変わるきっかけになればということでやっております。はい、年上さん、本日はためになるお話と時間を割いていただいて、どうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。